変えた変えた、やっと変えた変えた、よっこらせーいうことでね、これこれこれでございますわ。これ極撃から、また新しいの出ましたね、極撃からいうことでね、ファミリーマートさん探しにとったよということで、この極撃からね、これ速乾極撃から一味プラスでございますね、新しいやつでございますわ、一味一味プラスいうことでね、いうことで今日はこれ早速食うでいうことでね、揚げていこう揚げていこう、この極撃からやったらな、もう私挑戦せないしゃあないなということでね、いきますいきます、どこまでパワーアップしたかやな、1味プラスいうことやから、あれ一味プラスって一味入ってないぞ、いうことでちょっと開けるとどうなってる、こっちから開けるんだな、ここを開けるとよっしゃー出た出たいうことでね、これがいつもこういう赤いソース入ってございますということで、これで、ね、火薬やね、火薬にで、あ、ここに何か入ったな、これが何やん、一味かようわからん、それといつものこれね、あのペヤングさんの麺でございますわ、ようでね、早速作っていくよ、ようでね、これよっこいしょ開けて、でこの下にな、あの麺の下に入れるのがね、私好きなんですよ、麺の下に入れる方がね、混ぜんで結構よう混ざるからねということで、これはほんでふりかけやから後やな、ということでね、ここでお湯や、よっしゃー入れるでー、よでバシャッと入れて、久しぶりの動きからね、うん、よで、よっしゃ、お名前な、よっしゃ、ではではストップウォッチでピッピッピ3分間スタートでございます、ね、し楽しみでございますな、しばらくお待ちください。いやー私ね、コーラが好きやからね、コーラ飲んでたなったかな、なったオッケー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 、3分経ったで、お湯捨てていきますよーし、ということでお湯捨ててきましたで、ということでね、パサッと開けると、まあまあ開けたわけな、普通のペヤングさんと同じやわね、これこんな感じ、普通のペヤングさんとタレが同じなのかどうか分からない、タレっていうか麺が同じなのかどうか分からないね、でここにやソースにふりかけ、どっち先行く、せやな、そう、うーん、ふりかけ先行こうか、ふりかけちゃう、うわっこれ真っ赤かなった、これふりかけ真っ赤か、ふりかけ、あ、そうか、一味プラスってこのことか、真っ赤かなったぞ、これほいで、あーこれなんか来るぞ、でちょっと待って、これがほんで辛いソースやな、で一味プラスやか一味に、これどんなソース、うわーこれこれ、いつものそのちょっと黒いソースの赤黒いソースやな、よっしゃこれちょっと混ぜようよ、でうわもうここまで匂い来るぞ、これあこれうわ一味プラスか、強力バージョンになってんのかな、これ極撃からな、久しぶりやもんね、ちょっと暇空いてたんじゃん、大なんだなっての今、あれ3回か4回ぐらいあったけどな、だいぶ暇が空いたかな、いうことでもうこんな感じでええかい、色がねこんな感じ、ほらほらうまそうやろうまそうやろって辛そうやぞこれごっついほらええ感じ、よしあちょっと辛いか、まあええわ、行ってみようか、今日はコーラ用意してあるからね、さっきコーラ飲みかけとったやん、よっしゃ行くぞ、よし行くぞ、いただきますということで、よし行こう、行くぞ、よし行こう、いただく、あー舌が来るわ、あこの感覚久しぶり、舌の上が痛いぞあー痛っ、これ久しぶりか分からんけどだいぶ来るぞこれ久しぶりからかも分からんけど、めっちゃ来るぞこれ
ほんま一面入ってるだけ だけからが分からん。いったー、うわー、いったー、完食。うわー、もう一個こうだね。この和らいできた後にまた食べたくなるからね。今日はコーラ。わあ、辛っ。ということで、これ今週の月曜日だから、昨日一昨日発売になったところなんでね、ファミリーマートさんで売ってます。あー辛っ。またよかったら皆さん買ってみてください。あー辛い辛い。